カルチャス時田真子です。カルチャス菊谷真央です。カルチャス渋谷空です。はい、今月のメールテーマはあなたの好きなアイスです。はい、アイス。皆さん好きなアイスありますか？はい、私は板チョコアイスが好きです。板チョコアイス、ね、チョコアイス、はい、美味しい美味しい、パリパリ感が好きです、うん、なるほど。私はですね、やわもちっていうアイスが、おー、知ってます？お餅ですよね。そうそうそう、美味しいですよね。美味しいですよ。なんか抹茶とかみたらしとか、うん、大学芋とかいろんな味があって、うん、和系が多いよね。おすすめです。はい、ちょっとガツンとみかんが大好きです。あ、美味しい。あれ美味しいの、みかんの味がすごく濃くて、はい、濃い濃い、確かに。作っても近くたびは、確かに、あの溶けかけを吸いながら食べてる。あ、舐める。あ、技があるんですね。そう、吸いながらちょっと工夫しながら食べてます。対策してるんですね。すごい美味しいです。うん、確かに美味しい、うん、皆さんもぜひ食べてみてください。はい、はい、そして来月のメールテーマはあなたの傘です。はい、はい、傘にもいろんな種類があると思うので、うん、まあ、折りたたみがいいとか、うん、長傘がいいとか、うん、なんか皆さん好みがあったら教えていただきたいです。はい、はい、ぜひぜひお便りお待ちしてます。はい。